北間は山口雅也による日本の推理小説作品。2002年10月に講談社より刊行。2005年9月に講談社ノベルス版刊行。2006年10月に講談社文庫から上下巻に分冊され刊行される。講談社ノベルス版の帯では、ドグラマグラ、国士館殺人事件、虚無への供物、箱の中の失落に連なる、第五の記書と宣伝されている。 推理小説では、タブーとされている偶然をテーマにし、作家である主人公、日渡し雅の手記という形で、彼が遭遇する偶然の連続と不可能犯罪のような殺人事件が語られる。それらの事件が単なる事故なのか殺人なのかが、判然としないまま、物語はそもそも、偶然とは何なのか、駅の陰妙思想からシンクロニシティ、 両子論に至るまで古今東西のペダントリーに終始していく。また、随所に偶然やサイコロに関連した文学作品の引用もなされている。偶然にもアメリカ同時多発テロ事件があった日、推理作家、日渡びは書き下ろし予定の長編小説についての打ち合わせのため、担当者とカジノに向かう。そこで福助と呼ばれる小人のような男と、 対局柄のネクタイをした男が行っていたクラップスを見学するが小人が4回連続で6のゾロ目を出すという奇跡を目にする。後日、日私は街で偶然先日の対局柄のネクタイの男が落下してきたサイコロ型の電飾に押し潰されて圧死する現場を目撃する。そのサイコロ型の電飾のデメは6のゾロ目であった。その夜、 偶然に発症した眼質によって、右目の視力をほぼなくしてしまう。ありがとうございます。